ラミロ二世は、レオン王。歴代レオン王の中で最も有名な人物の一人で、大王と呼ばれた。敵であるムスリムたちは、ラミロ二世の残酷さと、精力的な面から悪魔王と呼んだ。オルドーニョ二世と、王妃エルビラ・メネンデスの子として生まれた。924年の父の死後、兄アルフォンソ四世の知性を助け、いとこアルフォンソ・フロイラスを追放した。二十六年以降、 ミーニョ川とモンデゴ川の間の地域である、ポルトガル北部の統治を行った。929年、長兄である、ガリシア王三女が亡くなると、サモーラにおいて、ガリシア王としてラミロが即位した。931年、兄アルフォンソ四世の退位を受けてラミロが即位した。932年、新王はサモーラへ移動し、新たな軍隊を編成した。 あと、ウマイヤ朝のアブド・アン・ラフマーン三世軍に、包囲されているトレドを救うためであった。しかしその間にアルフォンソ四世が福井を企んで、支持者を獲得し、反乱を起こした。ラミロは兄を捕らえた。精力的で妥協を知らないラミロは、カスティーリア・ハクフェルナン・ゴンサレス、パンプロナオ・三朝一世の協力を得て、わずか数日のうちに状況を変えた。 アルフォンソ4世の反乱の共謀者であったアルフォンソ、フロイラスと兄弟たちを捕らえ、兄とフロイラス兄弟ら4人の目をつぶさせ、ルイ・フォルコ修道院に死ぬまで遊兵させた。王位を格好たるものとしたラミロは、王国南部が接するムスリムの土地への侵攻を続けた。932年、マルジェリと侵略を開始し、トレドを解放した。しかしアブド・アンラフマーン三世がずっと前に、 タホカワウガンの要塞を占領しており、8月2日にアブド・アル・ダフマーン3世が勢いよヨとトレドに入場している間、ラミロはマドリードの要塞を解体し、最寄りの土地で略奪をできただけに過ぎなかった。彼は積極的にムスリムと戦った。スペイン史上最大規模の戦闘である939年のシマンカスの戦いにおいて、ナバーラとレオンの連合軍は、 アブド・アル・ダフマーン3世移軍を敗退させている。この勝利によって、レオンは、ドゥエロ側とトルメス側の辺境に領土を広げた。レデスマ、サラマンカといった土地に再植民が行われた。ラミロ2世の知性の晩年は、独立を求めるカスティーリアク・フェルナン・ゴンサレスに対処しなければならなかった。フェルナンはそれまで、ラミロ2世の右腕であり、あと、 ウマイア朝カリフとの停戦協定に違反して略奪を行い、ラミロ二世の怒りを買った。フェルナンゴンサレスは捕らえられ、獄に繋がれた。後、フェルナンゴンサレスは、レオン王の創始権を認めて釈放され、和解の印として娘、裏顔、ラミロ二世の後継者であるオルドーニョと結婚させた。しかし釈放後に、フェルナンゴンサレスは、カスティーリア東部に逃れて、 カスティーリャ博である自らの権利を主張し続けた。これらの内部対立が、レオン王国を弱体化させ、キリスト教徒に罰を与えようとするイスラム教徒に利用されることになった。950年、ラミロ2世はサモーラからイスラム教徒の土地への新たな遠征に出発し、定ジョ川谷において略奪遠征を行った。そしてタラベラデラレーナでイスラム軍を敗走させ、 一万二千人のイスラム教徒を殺害し、七千人を捕虜とし、豊富な戦利品を得た。体力の衰えたラミロ二世は、後継者オルドーニョ王子に実務を委ねた。彼は、オビエドへの旅行から戻っても病状が回復せず、深刻な病気に苦しんだ。彼は、人生の最後に、自発的に多いから降り、951年に死んだ。 最初の日アドシンダグティエレスとの間に三子を設けた。教会法によってアドシンダとの結婚が無効となると932年にパンプローナ王三種一世の娘、浦カ・サンチェスと結婚した。ありがとうございます。